福岡からお伝えします。北九州市門司区で事業所のガスボンベから火が出て建物に燃え移る火事がありました。従業員一人が怪我をして病院に運ばれています。消防や警察によりますと午前10時前、北九州市門司区大積の土木関係の事業所の関係者からアセチレンガスのボンベに引火したと119番通報がありました。消防によりますとボンベは作業場にあり、火は木造2階建ての事業所に燃え移りました。消防車10台が出動し、火は床や壁などおよそ20平方メートルを焼いておよそ1時間後に消し止められました。この火事で出火当時作業をしていた従業員の40代男性が火傷などの怪我をして病院に搬送されました。意識はあるということです。警察と消防は出火原因を詳しく調べることにしています。